今春休みだと思いますよ。そうやね、春休み、春休みだ。さあ全国の春休み、スプリング休、イエーイ、春休み、イエーイ、スプリングバケーションやね。すまねえ、邪魔すぎる。日本語です。こいつはまだ会話できるけど、返しができるけど、ただ邪魔してる。邪魔にすぎる。面白いと思ってるんですよ。マジつまんねえ。改めた方がいいよ、マジで。あ、じゃあ、マジで。あ、危ない危ない危ない。それもつまんない、それもつまんない。そうそうそう、面白いと思ってる。あはははは、つまんない、つまんない。やめて、痛い痛い痛い。あ、いい、それでそれでいいよ。それはオッケー。これだっけ。これからそれだ。春になったら卒業式のシーズンじゃないですか。出会いと別れの季節だよ。出会いと別れ、あるあるとか思い出とかをちょっと喋っていきたいな。あー、これもあれだわ。喋ってる時、漫画見盛りずーっと流れてるから。そういう感じではない。感動ものではない。はいはいはい、卒業して。どこからだよ。ここからだよ。やだよ。いさせてくれ、SC スタジオ。まだ卒業しません。ちょっと頼むわ、それ。なあ、ちょっと、まあ、じゃあ、お前らが卒業するわ。ちょっと、これ俺ね。そう、エッシーだけ。そう、一回ついでよ。いや、俺再生数落ちたらぶっ飛ばす。いや、落ちますよ。落ちますよ。俺喋れんもん。落ちない、一切。あるあるにしない。そう、あれ、思い出勝負ないよ。じゃあ、俺が行くわ。はいはいはい。まず、クラス替えするじゃないですか。同じが、だから2年生、3年生かな、基本に。初日クラスこうみんな席ついた時はバカテンション高い。なんでかっていうとテンション高いやつにこうみんな寄ってくるから、俺っておもろいぜのアピールでめっちゃテンション高い。無駄に何倍か。ある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 。それはあるわ。それはあるし、もう俺はそれについていけなかったぜだわ。なじむの大変じゃない？全然野球部はめっちゃ大変でしょ、なじむの。いや、野球部は本当に大変なんだから。マジ大変。超大変。超大変マジで。俺はタクラス行ってたから、タクラスの仲いい一人と。そもそも自分のクラスにまずなじんでない。今さ、分かった、お前のあるある分かった。仲いいやつと同じクラスかなでしょ。そう、まず先生探す、そいつを祈る。でまず祈る。タクが二人しかいない仲いいやつ探して、違ったらマジで帰る。帰る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 。これ超独特なあるあるなんだけど、かきくけこ買うよ。いいんじゃん。1から10の中にさ入ってないからってみんな。ああ、そういうのか。みんなわかる。わかる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 。阿藤さんとか、あ、まあ伊藤さんとか、そうそうそう。そういる中で、私は十番に入ってる。あるだろ。で、その青島とか、もっとあるだろ。いや、待って。いや、こっちだから。勝利は待ってない。ここ興奮しながらスイング。で、カーとか言ったけど。違う違う。海洋だと十番以内に入りたいっていう。入りたい。入りたい。それはなかった。一から十の中その番号あるじゃん。なんで？わかんない。じゃあ、あるあるじゃない。それあれ多分ね、絶対共感してほしい。あるあるじゃない、これは絶対に。これ絶対にが視聴者で、絶対。やっぱり新学期始まって、まあ馴染むって馴染むけど、やっぱり4月5月ぐらいはまあちょっと距離あるじゃん。まあまあまあね。修学旅行で結構一気に仲良くなるんですか？え、ならない。俺はなった。いや、その頃には結構学年とみんな仲いい。っていうか、グループできてるからもう無理。いや、垣根を超えれない、俺は。グループはできてるんだけど、まだちょっと距離があるのよ。てか、俺がそうだった。え？イケてるグループもイケてるグループで、ちょっとまあまあ仲はいいんだけど、ちょっと距離ある。で、修学旅行で一気にこれがグッて縮まった。え？羨ましい。卒業式だと、まあこれ待って待って、一人一個一個はとりあえず。リボンさんいるじゃん。リボンいたのかい。影薄くて分かんなかったお前。俺は何の回答にうなずいてたのじゃん。ふざけんな。お前やめろ。お前リアルだろそれは。やめろお前。それが一番やめろ。それが一番やめろ。クラス替えとかするじゃないですか。やたら同じ名字3人ぐらいいたりする時ある。渡辺さんと佐藤さんが何か、まあまあまあややこしいのよ。3人ぐらいいたりする。そう、しかもそんな感じ違う。そうそうそう、感じが違う。ちょっと違う。違ってて、そう、渡辺さんでもちょっと違うね。渡辺って書いて渡辺って書いて。なんでってぐらい同じクラスなんで。そう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 。なんで俺あったもん。一回鈴木が3人いたから。マジわかんねえ。鈴木さんっすか。鈴木もバンっているから。いや、なんだよ。その席替えとかの時は鈴木でカッコで、そのそう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 、カッコつけ、カッコつけ。マジついてる、ついてる。卒業編行こうか。卒業編今はね、始業式的な感じだった。まあね、最初最初ね。結構ベタなあるあるっちゃあるあるかもしんないけど、卒業式で「お前泣くんだ」ってやつが泣く。
いるな、めっちゃわかる。意外とお前みたいな。いるいるいる。あ、お前そういうキャラなみたいな。いや、いるいるいる。そういうやつに限って過呼吸みたいな。マジなのね。中学校はめっちゃ泣くのに、高校みんなふざけださんっていう。あ、俺ね。ああ。そう。確かに。高校確か泣かなかった。小学校めっちゃ泣いてたけど、高校泣かなかった。大体高校でおちゃらける、みんなふざける。泣いたことないんだけど、卒業式とか。俺ね、高校おちゃらけましたよ。おちゃらけだろ。くーん。バカッ。再現してる。まあまあまあ。くーん。え？山口さんでっかいお世話になりましたって俺こう言ったの。レベル高いよ。え？レベル高いよ。気にする時でしょ。気にする時でしょ。そう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 。俺その地味なやつだと思うやん。俺これやったんだ。頑張ったね。俺高三になってやっといじられキャラみたいな感じで、けてるやつだとちょっとなんか。ちょっとターボちょっとお前症状もらう時泣いてこいって言われて。あ、分かった。じゃあちょっと目薬さすわ。目薬さしてそれやった。後ろにピーティーお前やるやん。マジか、すごいわ。どうやった、受けた。いや、受けましたね。おお、これすごい。すごい10年は今のお前なんかゾロに似てなかった。やめろお前。ゾロ似てたね。俺はもう負けないから。お得意なやつ大好きです。分かる、大好きです。卒業式のあるある、マジで出てこないっす。え、だって小学校の卒業式、例えばこういうのはよくやってたなとか。本当に悪いんだけど、マジで出てこない。あるある出てきてるだろ。本当に思いなさすぎて、その式にボタンとかは。ボタン、あとボタン、あと第二ボタン的なやつは。だってお前彼女いたじゃん、中学の頃。あー、ブサイクね。あれ、それブサイクじゃねえよ。知らねえだろ。知らない、めっちゃ可愛かったからな。なあ、いや、俺可愛くはないっす。ふざけんな、ふざけんな。可愛いよあの子。ちなみにみんな第二ボタンどうしたの、卒業式。俺は何もしてないよ。普通にもう、俺も何もしてない。タンスにありますよ。まだ全然あるよ、余裕で。もうあげないんだね、たぶん。ここもない、こういうとこも。いや、全部とかね、上の世代でしょ、もうちょっと。そうなんかね、そういうことか。風習はないの。でも、あの、なんか体育のこのさ、あの、カンバキか、体育カンバキノアとか後輩にあげたりとかも、全部、なんだかんだ全部後輩に。まあ、そういうのあげたりする。あー、いたな、いたいたいた、陽キャラ、いたな。あ、でも色が違う、あ、でも色が違ってもあげたな。色違っても、大体持ってかれたね。その、使えよ、つって全部、うちにある、今大切に交換されてる。全部ってある。思い出、思い出。それは俺もそう。マジで。あるある。びっくりしたもん、お前の話。え、仲良くした後輩とかいないの、年下とか。俺はいるよ。いるの。いるけど部活やめて全然喋んなくなった。部活だけの関係だったんだ。そうだ。中学校の卒業式の後ってみんな大体打ち上げするやん。ああ、そこで初めて見る私服のやつらとかいる。あ、わかる。普段絶対見ない見ない見ない。大体学校帰り制服で行っても歩道で帰るから、歩道される時間だから大体みんな制服なんです。ああ、確かに。で、初めて見る私服で結構こんな格差がもうある。そこで本当に、そこはね、分かれるよね、そこでね。俺らバンズだったよ。あー、まあバンズ、バンズ、まあオールスターとかね。あー、オールスター、バンズ。え、それ普通でしょ。いや、全然普通じゃない。普通じゃないよ、全然普通じゃない。何入ってたんだって。収束。いや、待って、収束は小6までやる。中学生の時だけどね。高校になったら違うけどね。それ履くだけで足速くなるやつ。そう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 。だからね、肩丼の方が柔らかいやつ。うまっ。卒業アルバムのさ、全員ね、別に個人個人大体ブスじゃない。あ、まあ、いや、今見ると超ブスだわ。超ブスだよね。いや、可愛い人がまさかのみたいな。あ、あるあるある。こんな顔してんのみたいな。学校で一番可愛いって言われてる子がさ、卒業ルームってマジブスだ。この卒業ルームを今とか友達に見せるじゃん。可愛い人いないねって言われるけど、俺らかしらこいつマドンナみたいな。そう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 、それは真理が悪いから。それあるわ。そうそう、あるあるある。他のあるあるとかあったらまた回そうや。いや、これおもろいね。結構あるあるって面白い。やっぱ5人も言ったらさ、こんなに出てくるじゃん。マジで共感するもん。する。そんなのあったわみたいなね、これね。大輝のその出席番号ぐらい分かんなかった。マジマジ分かんない。分かる。これ家業だけど分かんなかった。家業のリスナーの人いたら多分ちょっと教えてください。ありました。10番以内に入りたいです。我は特殊な訓練を受けてます。ちゃんとこれは米印で貼ったり。